シングストリート未来への歌は2016年に公開されたアイルランドの音楽映画、コメディドラマ、脚本、制作、監督はジョン・カーニーが務めた。出演はフェルディア・ウォルシュ・ピーロ、ルーシー・ボイントン、ジャック・レーナーほか、1985年のダブリンを舞台に不景気や天候でどん底にいた男子高校生の人生が 一目惚れした女の子の気を引くためバンドを結成することで変化していく様子を描く。映画は2016年1月24日にサンダンス映画祭でワールドプレミアを迎えた。その後アイルランドで3月17日、アメリカ合衆国で4月15日、イギリスで5月20日に封切られた。日本では同年7月9日にヒューマントラストシネマ有楽町、 渋谷シネクイントなどで公開され、その後全国展開された。舞台は1985年のダブリン南部にあるインナーシティ地区。この場所に住むローラー家は、不況から建築家の父ロバートが失業し、苦境に立たされていた。喧嘩が絶えないロバートと妻ペニーは別居も考えており、ロバートは叫びたりで喫煙量も増えている。ある日の家族会議でロバートは、 末の息子コナーへ学費を節約するため私立学校から無料の公立高校へ転校するよう話す。ロバートは転校先のシングストリート高校について評判は良い学校だと話すがコナーの兄ブレンダンはバラバラになった家族の現状とコナーの転校を思い切りからかう。そんな現状から逃れるようにブレンダンとコナーはロンドンのポップ音楽へのめり込む。 シングストリート高校は、クリスチャンブラザーズというカトリックの修道会が運営する学校で、コナーが元いたイエズス会運営の学校とは、校風が違っていた。登校初日、校則違反の茶色い靴を校長のバックスター修道士に見とがめられ、いじめっ子のバリーに目をつけられてしまう。散々なスタートを切ったコナーに、ただ一人、自称、校内コンサルタントのダーレンが声をかけ、 二人は友人になる。二人が下校しようとしたとき、コナーは高校の真向かいにあるフラットの入り口に立つ若い女性モデルラフィーナに気づき、その姿に一目惚れする。彼女の気を引くため、コナーは組んでもいないバンドのミュージックビデオへ出演しないかと持ちかけ、ラフィーナの電話番号を手に入れる。なりゆきでダーレンはマネジメント担当を引き受け、楽器に万能な友人。 エーモンをコナーに引き合わせる。その後、街で唯一の黒人として誘われた、んぎんぐ、メンバー募集の張り紙を見てやってきたギャリーとラリーを、加え、バンドは五人体制になる。またバンド名は、高校名とかけて、シングストリートに決まる。彼らは、エーモンの家で1980年代のバンドをコピーし始めるが、デュラン・デュランのヒット曲をコピーしたテープを聞いた、ブレンダンは、 ロックの師匠として他人の曲で女の子を孤く,くな自分の曲を作れと弟を叱咤する。コナーはエーモンと作曲をはじめ自作曲モデルの謎を完成させる。メンバーは天然バラバラの衣装を着てミュージックビデオ撮影に臨み、ラフィーナは謎のあるモデル役とメイクアップを担当する。撮影後、コナーはラフィーナを家まで送り届け、キスをしようとする。 ところがそこにラフィーナの年上の彼氏、エヴァンがオープンカーを乗り付け、彼女を連れて走り去ってしまう。別れ際に、ラフィーナは、エヴァンとロンドンに出て、モデルとして成功すると夢を語る。二人が立ち去った後、コナーは、ラフィーナの住むフラットが、実は、身寄りのない子供たちのために作られた施設だと気づく。帰宅して落ち込むコナーを、ブレンダンは彼なりに勇気づけて、 弟の恋を応援する。数日後、コナーと再び会ったラフィーナは、自分の追い立ちをコナーに話し、新曲を書いて、自分がロンドンに立つ前にメガボルトを撮影してほしいと、頼む。海辺のダンデアリーで2本目のメガボルトを撮影している。最中、ラフィーナは、何事も半端はダメと、泳げないにもかかわらず作品のため、海へ飛び込む。コナーは海へ飛び込み、ラフィーナを助けて、 キスを交わし、二人の間に信頼感が生まれる。ダルキー島を写した写真ロバートとペニーの婚姻は、いよいよ破綻を起きたすが、一方で、コナーとラフィーナは、交際を進展させ、二人は、コナーの祖父が所有していたモーターボートで、ダンレアリーからほど近いダルキー島へ向かう。島から、アイルランドを離れブリテン島へ向かうフェリーを見た二人は、ラフィーナのアイルランドを離れ、 ロンドンに行く夢について語り合う。学校主催のプロムを初ライブに決めたメンバーは新曲メガボルト作りに没頭する。コナーはバックトゥザフューチャーバリのメガボルトを撮ろうと妄想するがラフィーナは撮影現場に現れない。彼女のフラットに向かったコナーは住人からラフィーナがエヴァンと共にロンドンへ旅立ったことを伝えられる。ところがエヴァンにはツなどなく ロンドンで雲が暮れし、彼に騙されたラフィーナはほどなくして、ダブリンに戻ってくる。バンドは、プロムに向けて、準備を進め、家庭環境からぐれていたいじめっ子のバリーを、ローディーとして引き込む。プロムでのライブでは、バックスターを揶揄する歌まで歌って、大成功する。プロムの後、コナーとラフィーナは、モーターボートが停泊しているダン・レアリーまで送って、欲しいとブレンダーに頼み込む。 二人はモーターボートでウェールズのホリーヘッドへ向かう計画を明かす。コナーとラフィーナはブレンダンに見送られ、ロンドンでの新しい生活を求めてブリテン島へ向かうフェリーを追うようにモーターボートでアイリッシュ海を渡るのだった。映画の最後には、フォーブラザーズエブリウェアとの見字が表示される。以下は公式パンフレット、プロダクションでオートによった。上から順に、エイダン・ギレン。 マリアドイル・ケネディ、ジャック・レーナー2014年2月、ジョン・カーニーが男子学生が女子の気を引くためバンドを始めるという筋のシナリオを元に映画を監督すると発表された。カーニーは自身の率いるディストレスド・フィルムズを通じてこの映画の制作面にも関わったが、制作には他にもライクリーストーリーのアンソニー・ブレグマン、パルムスター・メディアのケビン・フレークス、 マースドメディアパートナーズのラージブリンダーシーン、フィルムウェーブのポールトライビッツ、クリスティアン・グラスが名を連ねている。作品は、カーニーがダブリンで過ごした子供時代を半自元的に描いたものとされている。2014年7月に行われたインタビューで、カーニーは無名の俳優を映画に使うつもりだと明かした。主演のフェルディア・ウォルシュピーロも無名俳優だったほか、 バンドのメンバーを演じた、ベン・キャロラン、マーク・マッケンナー、パーシー・チャンブルカ、コナー・ハミルトン、カール・ライス、ヤン・ケニーは、いずれも本作が、長編映画デビューとなった。2014年9月には、エイダン・ギレン、マリア・ド・イル・ケネディ、ジャック・レーナーの出演が発表され、それぞれと母、息子の役を演じるとされた。映画の主撮影は2014年9月に、 アイルランドダブリンで始まり、同年10月25日にクライクアップした。ロケ地の中には、実際のシングストリート、クリスチャンブラザーズスクールが含まれていたが、この学校はカーニー監督の母校である。劇中でバンド、シングストリートが演奏するオリジナル曲の多くは、80年代に活躍した作曲家のゲイリー・クラークが制作したものである。またカーニー監督自身も、 クラークと並んで、オリジナルソング制作者としてクレジットされている。また、北アイルランドのバンドレリッシュのケン・パペンフィス、カール・パペンフィス兄弟、クレアム・ヘンダーソンやザ・モリフマンも作曲者として、名を連ねている。また、マルーン・ファイブのアダム・レビーンは、カーニーやグレン・ハンサードと共作し、映画の主題歌にもなった、ゴーナウを書き下ろしている。また、映画には、当時の音楽として、ザ・キュア アーハ、デュラン・デュラン、ザ・クラッシュ、ホール・オーツ、スパンダー・バレー、ザ・ジャムなどの曲がふんだんに使用されている。サウンドトラック映画のサウンドトラックはデッカレコードから2016年3月18日にリリースされた。また、日本ではオリジナルサウンドトラックが2016年7月6日に発売された。以下のトラックリストで 作曲者や演奏者については公式モーションピクチャを参照した。また、他にも次のような曲が劇中で使われている。映画批評サイトロッテントマトズでは、2016年9月13日現在151件のレビューが寄せられ、肯定的批評97%の新鮮な映画に分類されている。また、平均点数は8.1、10である。 メタクレッティックでは37件のレビューに基づき100点満点中79点のスコアが付けられた。2014年2月、フィルムネーションエンターテインメントが映画の配給券を国際的に販売すると発表された。同年5月にはワインスタインカンパニーがアメリカ合衆国での配給券を300万ドルで獲得したと報じられた。映画はサンダンス映画祭で、 2016年1月24日にワールドプレミアを迎えた。また、同年2月18日にはダブリン国際映画祭、3月11日にはサウスバイサウスウェストで上映されている。その後、3月17日にはアイルランド、4月15日にはアメリカ合衆国、5月20日には英国で劇場公開された。 日本では2016年7月9日に公開され、レートは PG-12 に指定された。君の夢は僕の夢になった。とのキャッチコピーが付けられたほか、字幕翻訳は石田康子が担当した。本国では2016年7月26日に DVD ブルーレイディスクオンデマンドで発売された。また iTunes では7月12日、 デジタル HD では7月19日に先行配信されている。日本版のディスクは2017年2月2日に発売され、同年1月18日にツタヤで先行レンタルが行われることが発表された。ディスクは T シャツ、特典 DVD の付いた、ブルーレイディスクプレミアムエディション、1枚組のブルーレイディスクスタンダードエディション。 スタンダードエディションと同一内容の DVD の3パターン展開である。ありがとうございます。